というわけでね、ちょっと電波が悪かったので動画ということになりました。クルです。ここはね、香川県にある中村トンネルというところです。通称中村トンネル。正式名称立石隧道というらしいです。ちょっと電波悪かったので、もう一度動画撮りながら写真を撮って帰ろうと思います。何かね、もし聞こえたりしたら秒数で教えてください。落書きがあるね。だいぶ。わかりますかね。ゴツゴツしてる感じの岩、もう手掘り的な。下にはなぜかこの、なんでタイヤ痕みたいのがあるの？真ん中で写真も撮りながら。ここはね、この向かった先にお地蔵さんがあったらしくて、そのね、お地蔵さんの扉が開いてたり、お地蔵さんの顔によってね、遭遇するしないって言われてた場所なんですけど、そのお地蔵さん今ね、移転しちゃったみたいで、新トンネルの方にあるのかな。こちらは今使われてないってわけではないんですけど、車1台通れるぐらいで、結構これすれ違うのは無理かもしれないですね。まあ、でも全然普通に途中まで車で来れたんで、このトンネルも車で通ろうと思えば通れるんですけど、まあ、ちょっとね、切り返して来れなそうで怖いんで、手前に止めて歩いてきました。数字が書いてあるの？何なんだ？え？水か。ちょっとね、今、リスナーさんをね、生放送待たせてますんでね、足早に行かせていただきます。こう、シーンとしたトンネルっていうイメージですね。最後の方だけきっちりした。このカラフルやばい、綺麗ですね。これで一応全貌ですね。そんなに長くはないですね。で、そのお地蔵さんあったって言われてるのが、こちらですね。おそらく。こちらにおそらくお地蔵さんがあったって言われてます。では、すいません。ありがとうございました。じゃーし。